なんということだ。全人類の思いが世界に飛びついた。この少女がそれを背負うというのか。自ら原因を取り除いた。神になってしまう。人としての欲望を奪うしかない。人類の未来を望む思いがこの子から願いを許してくれ。せめて名前を。イノだ。イノが来たぞ。イノだ。イノだ。イノだ。守り抜け。ここをどうした。イノが来たぞ。止められると思ってるやついる？なるほど、バカはいないか。お前が立ち去ればみんな利口のままだ。今時騎士道なんて靴底のクソだろ。国の旗を背負ったクソだ。すべきことがある。同情するよ、ほんと。散らかしてごめんなさい。綺麗好きとは知らなかったから。なぜここにいる？あんたはなぜここにいる？人類との戦争に負けた時、潔く散っていればこんなことにはならなかっただろう。ならばお前は勝者か。魔法使いは想像力が豊かだな。ないよりはいい。王冠と後ろを取り上げられたのは私じゃない。気をつけろ。お前が足を乗せているのは獅子の頭だ。檻の外からだと思って長く続けるものじゃない。やめてあげてもいいよ。私のものを返してくれればね。貴様の手綱を引けばついてくるとでも思っているのか。この力は主など必要としない。今日は違う。力が使えるものを見ればわかるはずだ。誰が飼い主かね。全てを知ったつもりでも未来に起こす過ちだけは知ることができない。手にしたおもちゃで喜んでいるだけではただの子供だ。いや、子供はあんただ。誰かが言った。人間の果てしない欲を全て満たせば不平等も争いもなくなる。だがそれはこう言い換えることができる。人間からあらゆる欲望を奪った時、そこに平和が生まれたと。そんな世界を誰が望むのか。では人が望む平和とは。
それを問うことは人とは何かを問うことだ。